様は誰も竜様に逆らい意向を汚す者どもを率いる反逆者だな。家族さんに粘っていたようだが、とうとう姿を現したか。は、聞いてくれ、そこのナマズの少年。名も、せめて猫って言え。今は行こう、ここから離れるぞ。助けてくれるってのか。しかし、気持ちはわかる、だが今は無理なんだ。話してる間が惜しい、決断してくれ。ここはあいつの言う通りか。とにかく体勢を立て直さねえと。では私が先陣を切る。包囲を突破するぞ、続け。おお、やるしかねえ。なーに、威勢よく現れて逃げるわけ。賊どもを逃がすな。高貴なるマリエ様のために。我らがマリエ様の望むままに。必ず助けるからな、お前ら。行こうか。おい、ちょっ、でも目的地は遥か先だ。体力配分に気をつけろよ。ここでペルソナだ。引導を渡してやる。意志を力に。そこだ、攻撃がヒット。直撃攻撃、敵を撃破だ。倒す。うん、大丈夫か。行くぞ。さて、
いつでも来い。ヒット！よし。我が輩が。そうじゃ！よし！敵を撃破だ！ようやく中盤ってとこか。この状況は。やるよ。任せろ。ゴールは目の前だ。行くぞ。なんてことだ。危険だ。やってやるわ。おい、大丈夫か。行こうかしら。楽しみましょう。参りましょうか。倒す。よし、行くぞ。アルセール。大丈夫だ。敵を一気に撃破だ。やるぞ。よし。やってやるわ。しばいてあげるわ。行くわよ。さて、やるよ。はいだ。行こうかしら。楽しみましょう。参りましょうか。よし。よし。やるぞ。さて、やるよ。さあ、ガンガン行こうか。なんとか巻いたみたいだ。隠し通路は塞いだから、奴らも追ってこられないよ。我が輩からも礼を言う。お前がいなきゃどうなってたか。気にしなくていい。私もマリエとは敵対してるし、何よりあのままだと君たち絶対に引きそうになかったしね。マリエの力は強大だ。それに数も多い。まともにやったら勝ち目がない。なるほど、いろいろと知ってそうだな。助けてもらってなんだが、お前は何者だ。そもそもここはどこなんだ。私はエル、革命軍のリーダーだ。君たちこそ何者というか、あのレギオンたちを倒せるなんて。ねえ、君はジョーカーって言ったっけ。あんなに絶望的な状況で諦めようとは思わなかった。君はマリエに散々痛めつけられてもあいつを恐れたりしてなかった。そっか、マリエも言ってたけど、
あんな時にあんな目をできるなんて、君は強い人なんだね。最後に一つだけ聞かせてくれ。君たちはマリエに反逆する同志か、それとも偽りを語る奴の手先か。後者であるなら正直に言ってくれ。私がここで相手になる。ちょ、急に何言ってんだ。我が輩たちはお前も見た通りだ。我が輩たちは仲間を奪われてる。少なくともマリエってやつに借りがあるとこに嘘はねえ。そっか、疑ってごめん。マリエの洗脳を受ければ誰でも簡単にあいつの言いなりになる。君たちがその洗脳を受けていない確信を持ちたかったんだ。で、その確信とやらは持てたのか？うん、君たちなら大丈夫そうだ。マリエは逆らう者を許さない。きっと君たちをどこまでも追ってくる。行く当てがないなら私たち革命軍のアジトに来ない？詳しくは後で話すよ。アジトはすぐそこだから。そこなら一応安全ってわけか。ジョーカー、今はとにかく言う通りにしよう。何から何まで謎だらけだ。我が輩たちはこいつを頼るしかない。それに体を張って助けてくれたやつを信じない理由はねえからな。ありがとう、信じてくれて。じゃあ行こうか、ジョーカー。君も、我が輩はモルガナ、ここではモナと呼べ。了解だ、モナ。案内するからついてきて。これは私たちのアジトへようこそ。なんてカッコつけて紹介しても見た目は普通のお店なんだけど。ブランそっくりだ。ご主人の店がなぜここに？ん？君たち何をそんなに驚いてるの？おいエル、この店はいつからここにある？いつからって、ずっとここにあった喫茶店だって聞いたよ。そこをアジトとして使わせてもらってる。ますますさっぱりだが、たまたま似てるなんて話じゃないな。あの妙な扉に吸い込まれたのもルブランに集まってた時だ。我が輩たちがこの異世界に来た影響でこうなってるのか。いや、しかし、よくわからないけど話があるなら中でお願い。ほら、君たち目立つんだから、さっさと入った入った。よし、中もこの目で確かめてやるぜ。行くぞ、ジョーカー。こいつは驚いたな。中身までまるっきりルブランじゃねえか。内装が変わってるでしょ。そこがお気に入りなんだけどね。飲み物でも用意するからちょっと待ってって。あれ、君いつの間に着替えたの？仮面もなくなってる。我が輩はこの姿のままだが、お前がその姿に戻ったってことは、ここは警戒されてない場所ってわけか。何のお話？やっぱり不思議な人たちだね。ずっとここで暮らしてたけど初めてだよ、君たちみたいな人。ああ、人。うるせえよ、今更細かいこと気にすんな。君たち困ってるんでしょ。事情を教えてもらえたら力になれるかもしれない。かくまってもらった上にありがたい申し出だ。我が輩たちも情報が欲しい。エルって言ったな。お前のこと、この世界についてのことを教えてくれ。わかった、とにかく座って。この世界が君たちにとっては異世界？そう言われてもピンとこないな。
私はここに住んでるんだし、そして君たちは心を盗む怪盗でここへ迷い込んださっぱりわかんないや。さっぱりなのは我が輩たちも同じでな。あとはいきなり敵に襲われお前に救ってもらったってわけだ。それ以外のことは何もわからん。まあ考えるのは後にしようか。モルガナに。じゃあ私の番かな。聞きたいことがあったらどうぞ。ここ一帯の支配者を気取る血も涙もない暴君だよ。もともとこの場所に争いなんてなかったんだ。そこにマリエが突然現れた。マリエはこの町やみんなを全て自分のものだと宣言すると、大勢の無敵の兵士たちを引き連れてこの辺りを制圧してしまったんだ。無敵の兵士？あの襲ってきた奴らか？うん、私たちはレギオンって呼んでる。見たかもしれないけど、あの兵士たちはただでさえ強いのに気絶させるのが精一杯で、何度でも蘇って襲ってくる。私たちの力じゃなすすべもなかった。なるほど、シャドウの一種か。シャドウはペルソナでしか倒せない。そりゃ勝ち目があるわけねえな。シャドウ？ペルソナ？やっぱり君たちはあいつらに詳しいみたいだね。とにかくマリエはそうやってこの辺りをすっかり支配した後、ここのみんなを奴隷のように扱い搾取し続けているんだ。他に聞きたいことは？ああ、ここは革命軍のアジトだって言ってたな。あのマリエを倒すには私たちみんなで戦うしかない。それで私が旗揚げしたのが革命軍だ。リーダーは私がやらせてもらってる。戦おうって言い出したのは私だし、何よりあいつを放っておけないから。それでお前はお尋ね者になってたってわけか。やるじゃねえかエル。いや、ずっと負け戦ばっかりでみんなに合わせる顔がないよ。軍なんて名ばかりでもうほとんど残ってない。倒した祖母から復活されたんじゃどうにもならねえよな。細々と抵抗するぐらいしかできないんだ。他には？なぜって、そりゃ危ないから助けなきゃと思って。お尋ね者のお前が身を危険にさらしてもか。ああ、でももし一緒に戦ってくれたらなんて思ったのかも。マリエの軍勢とまともに渡り合える人たちなんて初めて見たからね。そいつは光栄だな。だがあの時は本当に助かった。礼を言うぜエル。助け出せるかは賭けだったけど、うまくいってよかった。さて他はどう？マリエがこの世界で好き放題してるってのは分かった。だが目的は何なんだ？ここにいる奴ら片っ端から奴隷にして何を始めようってんだ？結婚式だよ。結婚式って誰かと結婚するってことか？そう、マリエは結婚式を挙げることに異様に執着してる。それもただの結婚式じゃない、贅を尽くしたとびきり豪勢なやつをね。また突拍子もない話だな。連れてきた兵士や捕らえたみんなを無茶に働かせてその準備をさせてるんだ。マリエが乗ってるあの妙な戦車もそうやって作られたものの一つだよ。つまりあのマリエってのは己の欲のために他人を犠牲にする危険なやつだってのは間違いなさそうだな。グズグズしてられないぞ、みんなが危ない。さて状況は一応分かった。次はどうすべきかだ。ああ、それが最優先だ。だが
の強力な洗脳、簡単にはいかなそうだぜ。あのさ、提案があるんだけど、君たちはマリエの手から仲間を救い、この異世界から脱出したい。私はマリエを倒して、ここに元の暮らしを取り戻したい。だったら私たちは手を組むべきだ。私が君たちに協力する代わりに、革命軍に加わってくれないかな。なるほど、つまりそれは取引ってやつだな。どうする？ああ、我が輩たちはこの世界のことを知らなすぎる。みんなを元に戻す方法も、ここから出る方法も探らなきゃならない。味方は多い方がいい。頼りになりそうなやつだしな。その話乗らせてもらうぜ。よろしくな、エル。じゃあ決まりだね。こちらこそよろしく。今から君たちは我々革命軍の一員だ。それじゃあ改めて、同志諸君、アジトへようこそ。同志、まあそういうことにしておくか。この世界が、そう言われて
てもピンとこないな。私はここに住んでるんだし。そして君たちは心を盗む怪盗でここへ迷い込んだ。さっぱりわかんないや。さっぱりなのは我が輩たちも同じでな。あとはいきなり敵に襲われお前に救ってもらったってわけだ。それ以外のことは何もわからん。まあ考えるのは後にしようか。モルガナに。じゃあ私の番かな。聞きたいことがあったらどうぞ。ここ一帯の支配もとも、そこにマリエが突然現れた。マリエは書いておこう。なれぬ気だるまが。さてはマリエの、私が相手であります。心配しなくていいよ。この人たちは我々の新しい同志だから。もう何でもいいぜ。後で説明しといてくれよ、エル。偵察に行ってたんだよね。それでどうだった？そうであります。隊長殿の言った通りでありました。マリエの城近くの牢獄に何者かが捕らえられていると。君たち怪盗団はマリエにとって目障りな存在だろう。洗脳したとはいえ、まずは閉じ込めておくんじゃないかって思ったから。本当に君たちの仲間かどうかは言ってみないとわからないけどね。うん、早速私も協力させてもらうよ。君たちの仲間を救うことはこちらの戦力アップにもつながるからね。それじゃ準備をしたら出発しようか。作戦は私が立てるから君たちは少し待ってね。しかし我が輩たちがあそこまで追い詰められるとはな。やられっぱなしじゃ怪盗の流すたるぜ。だが立て直すにももっと情報が欲しいところだな。まあ今は考えても仕方ない。あのエルってやつ悪人じゃなさそうだ。あいつの力も借りてなんとか。おい、今の。あの扉は、いや、いつもと様子が。行ってみようぜ。何かわかるかもしれないし、きっと力になってくれる。
前と随分様子が違うな。機械だらけでごちゃごちゃだ。これは。お久しぶり。というほどではありませんね。ようこそ、ベルベットルームへ。ここは、夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。大変な目に遭ったようですね。トリックスター、そして、モルガナ。ラベンツァ殿！これも、あなたにまつわる運命の導きとしか言いようがありません。あなた方はおそらく何者かの力によってここへ誘われた。それが何者によるものなのか、何が目的なのかは分かりません。確かに言えることは、こたびの出来事は本来の事象から大きくかけ離れたもの。不覚にも私まで巻き込まれてしまい、主とも離れる形となってしまいました。なんと、ラベンツァ殿まで。得体の知れない力が作用し、この部屋のありようも乱れてしまっている。まるで何かに打ち消されたかのような。さらにその力はあなた方にも影響を与え、事態を悪化させたようですね。そうか、そのせいでうまく力が出せなかったってわけか。マリエってやつは、キングダムとか言ってたが、本当に妙な場所に来ちまったみてえだな。では、仮にここをキングダムと呼ぶとしましょう。このキングダムは、あなた方の知るパレスやメメントスとは異なる世界。容易に戻る術はなく、ただ手をこまねいていては、ここで朽ち果てるのみかと。ああ、そう簡単に諦めてたまるかってんだ。あいつらを助けて、さっさとおさらばしてやるぜ。そうおっしゃると思っていました。閉ざされたこの世界のことについてはまだ不可解なことばかりですが、あなたがこの苦難を乗り越える意志ある限り、協力は惜しみません。私は力を司る者。あなたに宿る可能性を引き出すため、ここでまた役目を果たしましょう。先ほども申し上げましたが、この部屋のありようには乱れが生じている。ですので少々手を入れなければなりません。準備が整うまでしばしお待ちください。ええ、私もあなたを信じています。トリックスターモルガナ、彼を頼みましたよ。我が輩も全力を尽くします、ラベンツァ殿。ところでラベンツァ殿、その格好もおかしな力のせいで。いえ、せっかくですから雰囲気に合わせ装いを変えてみました。どうでしょう、似合いますか。え、似合いますか。
それなら良いのです。ではアジトの扉からいつでもおいでください。またお会いしましょう。どうする？ことは、そうだな。礼を言うぞ。新商品見ていく？どれにする？準備は万全に。何する？
準備は万全に。また来てくれ。ごめんであります。礼を言うぞ。よーし。頼むぜ。申し訳ありません。ですが、お待ちを。どうする？絵だね。了解。うん。場面の思い出だ。
用語だね。これだね。これだね。うん、それじゃあまた。いろいろ揃ってるから、ブーンを祈る。書くか。それじゃ、作戦を確認しようか。この地図を見て。なるほど、町全体が城の外壁に囲まれてるのか。そう、このアジトがあるのは城からだいぶ離れた町の中。それで牢獄があるのはこの辺り。そこへのルートは？町を通るのは難しいだろうね。警備がかなり厳重になってる。私があちこちで抵抗してたところに君たちまで現れたんだから。だから敵の目につきにくい外壁の上を行こうと思うんだけど。ああ、壁の上なら囲まれる危険も少ない。無茶であります。落ちれば怪我では済まないであります。そこは心配するな。我が輩たちは慣れてる。伊達に怪盗を名乗っちゃいねえ。だよな。うんうん、さすが頼もしいね。君たちは目標は囚われてる仲間の解放だ。一刻も早く助けるぞ。みんな無事でいてくれよ。それで賊はどうなったの？それがまだ兵を挙げて探しているのですか？そう、お前たち本当に使えないわね。さっさと踏んじばって連れてくるのよ。まったく、どいつも役立たずばかり。ようやくことが運ぶってところで、目障りなゴミどもがちょろちょろと。この婚姻がなされたら、私は全てを手に入れ、ここでずっとずっと輝き続けるの。それまで誰にも邪魔はさせないわ。さあ出てらっしゃい。せっかく手に入れたんだもの、早速働いてもらうわ。あの生意気な目の男、ジョーカーって言ったかしら。あの男をここへ連れてきなさい。生かしたままよ。いい？お望みのままに、我らがマリエ様。そうしたら、今度こそ私の手で壊してあげるわ。大事なお仲間の前でね。よーし。あ、
軽くいけそうだが油断するなよ。変わらずやるな、ジョーカー。焦ろう。そうりゃ。よし、敵を撃破だ。くたばれ。攻撃がヒット。どうだ。直撃攻撃。今の敵を撃破。いいぞ、その調子だ。せい。いいぞ、その調子だ、エル。まだまだ。さて、いい感じだ、ジョーカー。やるぞ。そうりゃ。自撃派。見たか、我が輩のパワーを。加減せんぞ。よし、敵を撃破だ。ここに来て増援か。苦しいがやるしかない。なるほど。よし、決まっちまったな。いつでも来い。この状況は。これだ。頂戴しよう。敵全滅。ミッション完了だ。よし、片付いたか。しかし、あいつらは一体何なんだ。お前の力も今のところ使えないんだろ。ラベンツァ殿でもわからねえみたいだし、おかしな場所に来ちまったぜ。君たちでもわからないんだね。けど、それでも十分戦えてるよ。ペルソナだっけ？あんな力、どうやったら使えるの？教えんなよ。ペルソナってのは心の力だ。使うにはそれなりの覚悟ってやつが。へえ。じゃあ、うわあ！でかい声出すな。
こちらから奇襲をかけるぞ。